国内販売台数で勢いが落ちている日産が新たに投入したノートオーラ。日産の提供する新しい価値観を解説します。ノートオーラは豪華志向というより、今までの日本車の価値観は、走行性能や格好良さを魅力とするスポーツ志向と、上質な内装や豊富な快適装備を備えた豪華志向に分類されることが多かった。しかし、 2021年6月に発表されたコンパクトカーのノートオーラはスポーツ志向でも豪華志向でもないノートの上級シリーズだから豪華にも思えるが実際には穏やかなリラックス感覚を重視している開発者は3ナンバー車だから一見すると豪華だったりスポーティに感じるが狙っているところは違う爽やかさとかくつろげる感覚を大切にしたという この感覚をわかりやすく表現しているのはないそうだ。ベース車のノートに装着されない装備として、インパネの上部などには、ツイード調理物が巻かれ、木目調パネルを組み合わせた。色彩は、ブラックと明るいグレーの2種類がある。シート生地は、ツイード調理物と本革の2種類を選べるが、グレーの色彩は、本革シートのみの設定だ。ツイード調理物のシート生地では、グレーを選べない。 これは残念なところ、ノートオーラの特徴とされる、爽やかさとか、くつろげる感覚を端的に表現しているのは、ホンガーよりもツイード調のシート生地だろう。デザイナーも、ツイード調の内装を見てほしいと述べていた。この矛盾が生じた背景にあるのは、ノートオーラの販売戦略だ。グレーを選べる本革シートの G レザーエディションは、鉱石のアームレストを含めて、89,100円の、 価格アップで用意されている。この価格は割安だ。ベース車のノートにも本革シートと鉱石アームレストがセットオプションに含まれて用意されるが単品価格を割り出すと約14万円になる。つまりノートオーラは本革シートをノートよりも約5万円安く用意して普及を図るために色彩も豊富に設けた。T ダキューブの公認顔面。 ギラギラ系ではなく、なぜ、ノート裏は、スポーツ志向や豪華志向でなく、爽やかさとか、くつろげる感覚を重視するのか。一番の理由は、スポーツ志向や豪華志向が飽きられてきたからだ。車以外の流行を見ても、バブル経済期に散見された都心の高級ホテルに、宿泊するような価値観は捨てれた。自宅の庭で、ゆったりと休日を過ごすとか、 コテージに出かけるような爽やかさ、くつろぎが求められる。ノートオーラもこの流れに沿っている。二つ目の理由は日産が用意していたティーダ野球部の廃止だ。開発者はノートオーラはティーダ野球部の後継車種ではないというが車両の雰囲気はよく似ている。この二車種も爽やかさとかくつろげる感覚を先取りしていたからだ。ティーダは内外装が上質で ノートオーラに似た車だった。キューブは、前後が 1600mm を超える、背の高いコンパクトカーだが、前後にソファ風の柔らかいシートを装着して、優しい雰囲気があった。ガラスルーフには、障子、障子シェードが備わり、これを閉めると車内が穏やかな光で満たされた。先代ノートも、上級グレードとして、メダリストを設定したが、内外装の質感や乗り心地に不満が伴い、 ティーダやキューブの光景にはなり得なかった。そこでボディや内装を相応に上質化したノートオーラが開発されている。本気で台数を狙うノートよりも割安感。果たしてノートオーラは売れるのか日産としては何としてもノートオーラを好調に売らねばならない。なぜならティーダやキューブを廃止した影響もあり、今の日産には 売れ筋車種が少ないからだ。コンパクト SUV のキックスは伸び悩み。好調に売れる車種は、軽自動車のデイズとルークス、ノート、セレナ程度になる。その結果、日産の国内販売ランキング順位は、以前の2位から5位まで下がった。2021年1から6月のデータは、1位がトヨタで、2位以下は鈴木、ダイハツ、ホンダ、日産の順番だ。 この状況から脱するためにもノートオーラを数多く売らねばならない。しかも現行ノートは先代型に設定されていたノーマルエンジンを廃止した。この不足分をノートオーラで補う必要もある。ちなみに先代ノートは2018年に小型普通車市場で 新社登録台数ナンバー1になった。2018年の1ヶ月平均登録台数は1万1360台に達していた。一方、2021年1から6月の1、ヶ月平均は7813台だから、単純に計算すれば、2018年に比べて、今は1ヶ月あたり3500台が不足している。そこを、ノートオーラで補いたい。 この戦略が達成されると、ノートオーラは、ノーマルエンジン車よりも価格が大幅に高いので、利益の上乗せでも有利になる。そこで、ノートオーラは価格を割安にした。ノートオーラ G は261万300円で、ノート X に比べて約42万円高いが、このうちの約26万円は、ノートにオプション設定される装備の標準装着に費やされる。つまり、 ノートオーラが内外装の質を高めたり、動力性能や走行安定性を向上させた対価は、残りの16万円に収まる。ノートオーラは独特のリラックス感覚を備え、装備を充実させて、なおかつ価格も割安だから売れ行きも相応に増えるだろう。早くも強敵役とどちらが解読ノートオーラには、早くも強力なライバル者が登場した。それが、 新型アクアだ。新型アクアは4グレードを用意するが、最上級の Z を割安にした。価格は240万円で、中級の G に比べて17万円の上乗せだが、バイビーム LED、ヘッドランプや10.5インチディスプレイなど、19万8000円分のオプション装備を加えている。さらに装飾類も上質になるため、 総額では23万円相当の装備がプラスされたノートオーラとアクアの装備を比べるとアクアでは後方の並走車両を知らせるブラインドスポットモニターなどの安全装備が46,200円のオプション設定になるが運転支援機能はノートオーラと違って標準装着されるその上でアクア Z の価格はノートオーラ G よりも約21万円安いので 価格競争力が強い。内装はノートオーラが上質で、前述の通り本側シートも割安に装着できるが、アクアに本側の設定はない。WLTC モード燃費はノートオーラの 2WD が 27.2kmL、アクアは 33.6kmL と優れている。コンパクトカーはハイブリッド車を含めて競争が激しく、 解読者が豊富に揃うノートオーラやアクアを中心に、ますます魅力的なカテゴリーになっていくだろう。